どうも、はじめまして、グラバカの菊田と申します。よろしくお願いします。今日はタイガー徳志さんをお迎えしてですね、僕初対面なんですけど、すごい楽しみにしてたんですね。はい、もう昔から存じ上げてますし、皆さんに一度マスターズの試合をちょっと呼んでいただいてですね、すごいかっこよかったなと思ってですね、それでちょっと今日お会いしたんですけど、何かこんなこと言っていいんですかね、別人のような、なんかこうリング上と、こんなに僕初めてかもしれないですね。ここまで言っていいのかわからない。はい、じゃあ一つ教えてやるわ。はい、はい、ありがとうございます。レスラーでもボクサーでもね、リングに上がる格好と、はい、リングから降りた態度と違うでしょ。違いますね。わかる、はい、それと一緒です。皆さんからいつもすごくいい方だっていうのは聞いてます。ありがとうございます。はい、でもヒールでずっと来たんですよね。そうそう。その言葉はおかしい。あ、それおかしいですね。いい、ダメ出しで。あ、いやいや、ちょっと間違えました。これはカッツ。いきなりあれなんですけど、トランプさんとなんか WW でっていうのは知り合いとか、なんかさ、ニューヨークでね。はい。これちょっとお聞きしたい。ニューヨークのマイソンスクエアガーデンに出てる時に、はい、WWF の試合に出てる時に、はい、彼がガーデンに来たわけよ、はい、マイソンスクエアガーデン、はい、その時に彼が、はい、僕はあの時タイガー・チョン・リーでやってたから、はい、でタイガー・チョン・リーって、タイガー・チョン・リー、はい、うん、僕はあなたのファンですよと。あ、そうなんですか。食事でも行きましょうってこと。仲良くなって仲良くなって、あ、じゃあマジョンスカガーデンはもう常連でずっと、うん、だって家っていうか、なんだかトランプタワーがすぐじゃない、5番街にあるから。あ、ニューヨークでずっと、うん、緊張してますね、この公開。いつもと違う、だからもうプロデューサーが目の前にそうですか。いや、あとですね、僕さっきお話してて柔道つながりということで、うんうんうん、すごく親近感をまた覚えてしまったんですけども、うん、坂口さんと、はい、坂口さんとはね、はい、坂口さんが4年生の時に、明治の、はい、明大に4年生の時、僕修徳高校の1年生だったんですよ。明治行くことになってて、明治ずっと、はい、1年の夏の合宿終わってからずっと明大行って、坂口さんなり鳥海さんなり、うん、中谷さん、みんな、ね、関さん、はい、関先生ですね、うん、わあ、僕も習ってたんで、でもその柔道をバリバリやってた戸口さんがプロレスに行くっていう風になったのはなんてなんですかね。これこんなこと言ったら失礼だけど、失礼になっちゃうんですか、はい、明治行けなかったから。うちの高校が、はい、天理大学の、はい、いやいや、あれが理事長っていう方が中川先生言って、はいはい、天理教の偉い人なんですよ、はい、でその先生がうちの校長に、はい、戸口は天理行かせろと、うん、奈良行かせろと、うん、って言ったらしいんですよ。それで高校2年の時に岡野さんが中央大学の卒業した、東京オリンピックで中量級で、はい、金メダル取った、はいはいはい、岡野さんが紋付き袴で、はい、うちの学校夏の合宿来たんですよ、はい、それで明治じゃない天理こいつって、はい、で2つ延期で入ったは言っといたけど、はい、それでまずい天理しちゃったそれでそれで木村敦子先生が伝説のやっぱりうちの学校、うちの学校へ来て田口先生に、おい、戸口君、たくらいよこせっつって、うわ、あ、じゃあ引っ張りだことだったんですね、うん、もう、だから、俺はもう明治行こうと思ってたけど、結局は、うちの学校ではもう天理行かせるって言ってるし、推薦状は天理しか書かないって言うから、じゃあやめようっつって破っちゃったんです。自分で行きたいの行けなかったらもう行かないっていう判断なんですね、うん、でもプロの世界に行きたいっていう。そしたら、坂口さんが、1ヶ月前にプロレス入ってきたわけよ。あ、そんなに変わんないですね、うん、あ、それで俺学校卒業して1ヶ月後で、あ、そういうことなんですね。プロレス行ってから影響を受けた選手とかいうのはいるんですか。いっぱいいますよ。あ、それはいっぱいいるんですか。アメリカの選手もね。アメリカなんですか。日本の選手はいないよ。これはまた意外な。日本の道場に初めて入られた時には、はい、やっぱりいろんな先輩がいろんな方いるわけじゃん、コーチ、うん、
その時にやっぱ世界の違いっていうのはどうやって感じます？柔道とプロの違いっていう。あ、やっぱりプロの方がきついですよ。あ、練習がきつい。柔道の自負があったけども、いや柔道っていうかやっぱりまだ学生だからね。あ、だからある程度のことをあれするでしょ。だからプロの場合違うもん。自分でいっぱいまで持っていってできなかったらしょうがないから外れしかないでしょ。アメリカ行って自分で俺日本帰ってくるつもりなかった、はっきり言うけど、羽田立つ時に1972年の12月の20日の羽田立つ時に、はい、うちの外人言われたよ、お前なってアメリカで辛抱できなかったら帰ってこいって、日本に家があるから、うん、それはあるやろ、うん、な、だけどそんなことして帰ってきたくないからね、はい、うん、アホみたいに自分のケツ尻尾巻いて帰ってくるわけにいかないし、飯食えない時もあった、はっきり言ったら、アメリカでですか、うん、客が入らなくて、冬は客入らないところがあるんですよ、あの南部は、うん、ルイジアナとかね、はい、テキサスとかっていうところ で、ね、でそういうところでも1日試合やって25ドルしかもらえないところもあれば、もっともらえるところもあったし、それでまあ1年ぐらい苦労したけれど、そうはいくかっていうんでだんだん良くなって、うん、とどこだ、ルイジアナからインディアナポリス行って、あのブルザのとこ行って、はい、ブルザのとこからテキサスへ戻って、フリッツのとこ行って、ダラス行って、で4ヶ月したらバンガニアから誘いの電話があったんですよ、はい、ここでバンガニアのとこ行って、はい、ミネアポリスへ2年間行って、ここでバンガニアに2年間して俺もう出るよっつったら、はい、バンガニアが嫌がってたよ、なんで出るんだって、もう嫌になったのかって言われ、そうじゃないって、ノースカロライナで来てるって言うから行くんだっつったら、じゃあもしあれじゃなかったら合わない、はいはい、水が合わなかったらまた戻ってこいって言われた、はい、うん、ガニアの親父に。なんか日本のプロレスその頃いつも盛り上がったと思うんですけど、日本のプロレスへの思いってなかったんですか？今戻って日本に帰りきなかった、なかったんですね。ただ鶴田のことは、ね、鶴田のことは、はい、サンアントニオで見たよ、サンアントニオ、ババハンプ、鶴田と、はい、うん、ドリーとテリーとやってる試合は見たけど、僕らもそのメンバーだからね。最終的には全日本から新日本にも移籍されて、うん、そこ新日本から離れてアメリカへ帰っちゃった。またアメリカじゃないですか、それから今度映画やり始めた。そっから映画なんですね、ハリウッドで、うん、アーノルド・シュワルツェネッガー、それからエディ・マーフィーと共演されてるわけ、それもすごいですね。そういう、まあ、ラッキーな人はいないですね。それこそ俳優さんでもいない、いないですよね。そのレベルと敬遠されてる人が。京子さんすごいと思うのは、日本の俳優さんがアメリカ、ハリウッド出るときって、結構メディアでね、うん、日本絡みの映画なんですよ。ああ。レッドブル関係ないじゃん。あ、まあ、確かに。だからそれやっぱすごいと思う、これ。すごいっすよね。すごい。まあ、レッドブルにしろ、ね、ゴールデンチャイルドにしろ。すごいっすね。エディ・マーフィーの。先ほどなんかお聞きしたんですけど、そのごっちもおかせだったっていう、ちょっとこれ、いや、たまたまね、ええ、伊藤サムさんと、まあ、伊藤サムさん直属の先輩だったんですけど、はい、伊藤サムさんとお話する電話で話したんですよね、ええ、この時にね、あ、そういえば徳地さん、そういえば当時の日本プロレスの頃のカールゴッチ教室、よく徳地さんお写真写られてますけど、徳地さん一緒に練習されてたんですねと、ああ、徳地さんな、あれ俺の先輩なんだけどよ、いや、戸口さんさ、結構ゴッツさんにね、気に入られちゃって、一生懸命やってたんだよ。戸口さん結構お会いしてますけど、そんなこと一切言われない。いや、実は、味見にやられてたよ。
木戸さんってこう言っちゃあれなんですけど、はい、あんまり人のこと褒めないんですよ。いや本当にまあそうですか。木戸さんが、いや友達さんなって、まあ先輩なんだけど、だからあそれはよっぽどまた英語なんか使っちゃってよ結構仲良くやってたよ。だからちょっとね僕ね意外で戸口さんにすぐ連絡して、はい、戸口さんなんすか、ゴジさんと結構一緒に練習して優等生だったらしいですね、みたいな、とぼけられちゃったけど、とぼけられちゃったちょっと聞きたいですね。そこはなんかゴッチ練習お難しいっていうかね、あすごいなって、だからそれを終わりしてそういうことをお聞きした中で聞いたからっていうのも情けなんですけど、まあここでもコーチをね、はい、何度かお願いして、はい、なるほどすごいなと。ああこれは申し訳ないけど俺ら若手の頃を教えてもらうことはできなかったことを教えてもらったなということを教えてもらいました、はい、いやゴジさんのはね基礎なんだよね。基礎はい、よく言われますよね、うん、それ基礎っていうのはだけどね基礎ができてないと、はい、試合やった時に怪我する。あだから受け身でもそう、柔道でも何でもそうだけど、はい、投げられた時に受け身取れる人はいいけれど、はい、取れない人は絶対怪我するから、ね、そうですね、手ついたりなんかして、はいはい、だから星さんは必ずもずっとブリッジからずっといろんなことやって、うん、受け身を教えて、うん、でその後ガチンコやって、うん、それで足の運動やって終わりだけど、うん、それでも3時間びっちりやる。今徳内さんが見られて最近はもう今のプロレスはあんまり見ないですか。いや、見たって面白くないもん、はっきり言ったら。今は、なるほど。なぜかというと、なぜかというと、なぜかというと、はい、殴って蹴飛ばしたってね、そんなの酔っ払う喧嘩見たらいいんだよ。はっきり言ったらいい。なるほど、殴って蹴飛ばしてね、そんなことやるんだったら、はい、酔っ払うの喧嘩見ろって。な金払うことねえじゃん。ね、プロレスラーでしょ、はい、プロレスラーっていうのは、はい、プロだから金を取ってレスリングの技を見せなきゃいけないんだよ。今の若いやつは何もできないそんなこと。だから俺はバカバカしくてやってらんないって。なるほど。それだけの理論が違うんだよ、はい、頭が違うの、はい、昔の俺らがゴチさんに習っていろいろやってきたことと、はい、今の若い人がやってることは全然違うって。本にも書いてもらったけれど、はい、レスラーになれたかったら、はい、理論学とね論理学と両方を覚えろって。分かる、その意味。人間、その観客が何を求めてるか、自分らに対して、ね、それをやってやんなきゃ金払ってこないんだよ。今度見に、面白いから見に来るんであって、ね、面白くなかったら誰も切符買って見に来ない。血なんか出すんだったらあれじゃない、酔っ払いの喧嘩見せた方が面白いよ。ね、こうやって草さんと初対面にも変わらず、はい、まあ本当このプロのリングという共通項と柔道というね、そうですね、のことでこれだけ世代が違ってる。だってお年いくつ違うんですよ。だって今49なんで、でも23ぐらいですか、ね、まあそれでもまあ20年以上違う世代が、はい、こうして何か共通の、はい、いろんな縁ご縁あった人たちの名前をね、同じ共通の方がいらっしゃって、ね、はい、良かったなと思って、はいはい、今日はありがとうございました。いや貴重な話、これは嬉しいですね。なかなか聞けないですねこの話は、いやプロロンも来たんだって。本にも書いてあるよ、そんなこと。あ、そうっす。今の意味わかる？本を変えよ。またはいえ、読んだことないの、読んだことないのかとも聞こえましたけど、確かに。きついことになるんですね、話が。はい。いいの？はい、あ、すぐ、はい、よろしくお願いします。あのね、僕はなぜ、まだ72になってもね、はい、たまにプロレスやるかっていうと、はい、みんな今の若いやつは、はい、バカばっかりだから。分かる？これきついな。考える確かに頭がないんだよ。だからだよ。だから俺が引退できないの。俺はもうみんな若い人に任せてやりたいけどね。
やつら客呼ぶてないじゃない。どうしたそうでしょ、はい、客呼んでる昔みたいに客呼んでる俺なんかとっくんとにやめてるよそれだけ。はい、そのだからその何なんですかその元となってるものはそこはみんな今、うん、元となってるのは、はい、なんそれだけそれだけ自分でね自分で人に負けたくないっていうことでやってたからこれだけの体をまだ残せるんであってあこんなもん誰でもいいやんなれば関係ないじゃん、はいはいはい、運動しなきゃいいんだからあ未だにトレーニングをずっと続けはいすごいこいつだね、手すごいもんね。はい。どうした、ちょっと見せていただいていいですか。ちょっと汚くなる。いや、ちょっと待ってください。すごいよね。乾いて。いいとこで終わりました、ちょっと。